事前の情報でこの選手は真ん中にほぼ8割蹴っているぞって言われたら奈良さん止まってられます 止まってられないっす。で難しいっすよね止。止まってられないけど、8割って言われたらなんか頑張って止まろうかなって思うから、ね。例えば3割、3割、4割真ん中って言ったら。<laughs> で、それはもう絶対無理 <laughs> 頭が真ん中来るだろうなって結構あったとしても、やっぱりこう、助走の入り方とか最後の踏み込み方とかで、どっちかに動いちゃうかなって思う。そこがあれですよね。キッカーのシーンに関しては真ん中に蹴って結構入ってるケースは多いのもやっぱそういうのはありますよね。そう 飛びた,、ね、たくなる。<laughs>